亀山つとむ、亀山つとむ、亀山つとむ、1969年7月2日体は、大阪府大阪市港区生まれ、鹿児島県天見大島出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ左だ。現在は、タレント業の傍ら毎日放送の野球解説者、スポーツ日本の野球評論家を務める。マネジメント契約先は、スポーツビズ、 愛称はカメちゃん、あるいはカメさん、カメ。カノヤや中央校から、オフに、ドラフト外で阪神タイガースに入団。入団時のポジションは、内野手、三塁手であったが、から外野手へコンバートされ、同年に一軍初出場を果たす。に、ウエスタンリーグで、首位打者と通るよう、は二年連続で、ウエスタンリーグで、首位打者となる。は、背番号00に変更し、 ライトの定位置を獲得し一軍に定着。新城強と共に、亀新フィーバーを巻き起こし、チームの躍進に貢献。5月6日の単読売ジャイアンツ戦、甲子園で、2から2で迎えた9回裏にアウト1塁、桑田雅美の速帰をバットを折りながら、宇宙間へ弾き返し、1塁走者の和田豊が、一気に生還し、サヨナラ勝ちとなる。ヘルメットを空中に放り投げ、 背筋が寒くなったとコメントした。一塁への果敢なヘッドスライディングを見ることが多く、平成のスライディング王の異名を取った。しかし、は、そのヘッドスライディングでのキャッチでシーズン中に右肩を、脱臼。シーズンの大半を棒に振る。開幕右翼手でスタメンだったが、三塁のトーマス・オマリーが、守備難で一塁へ、一塁だった、新外国人選手のロブディアーが右翼手へ。 左翼手にはオリックスから FA 移籍してきた石峰和彦が痛め、5月以降はしばらくは控えであった。しかし、ディアーが不審となり入れ替わる形で右翼手のレギュラーに復帰。復帰後は規定打席には到達できなかったが、自己最高の9本塁打を記録安定し、活躍を見せた。は、開幕早々も守備で同僚のグレン・デイビスと衝突し、腰椎骨折。以降、 ほとんど一軍出場なしに終わる。オフに戦力外通告を受ける。最後の試合でもヘッドスライディングをしてプロ野球ファンをアゼントさせた。その後、近鉄バファローズの佐々木京介監督の強い誘いを受け、周期キャンプにテスト生として参加。佐々木はフロントに亀山の獲得を進言したが、保有先手数に余裕がないことを理由にフロンがこれを却下した。 他球団のテスト受験も考えていたが、時期的にどの球団も受け入れられる状態ではなく、復帰を断念し28歳で現役を引退した。現役引退後は、からタレント業と毎日放送、ガオラの野球解説者に転向。その後、タレント業の傍ら、少年野球チーム、平方リトルの監督に就任した。に、平方リトルを、リトルリーグワールドシリーズ優勝に導く。 彼らは、プロ野球マスターズリーグ、大阪ロマンズに参加。数年に1回のペースで開催される、巨人対阪神 OB 戦でも、阪神 OB 界の若手として活躍している。平方リトルの監督を退任した現在は、本人曰く、大阪府の南部に、在住とのこと。タレント、俳優の亀山忍は一卵性ソーセ生児の弟で、兄弟2人揃って、 かの野中央高校調理科に在籍していたことから調理師資格を有することでも有名。彼自身、現役時代、プロ野球選手になっていなかったら餃子の王将に就職するつもりだったと語っている。また、忍も、つとむと、同じく阪神タイガースのテストを投手として受験するが、不合格となっている。タレントに転身してから、亀山海人へ。 さらに現在の亀山つとをひらがな読みにした絵と芸名を変更した。現役時代は目覚まし時計を同時に10個以上鳴らしても防げなかったという寝坊による常習的な遅刻壁等で物議をかした。これは当時から肥満の傾向があったこと、学生時代にやった喧嘩による微中核湾曲、その後手術で治療を持っていたことによる 睡眠時無呼吸症候群を発症していたためで、あるとも言われている。現役引退後、急激に体重が増加した。一時は135キロまでになり、その後113キロで落ち着いた。ちなみに、ストムの現役時代は、弟の忍の方が肥満していたが、後に、忍は痩せたため、兄弟の見た目が逆転している。毎日放送の野球解説者として、 MBS ラジオや関連会社のガオラで複数のレギュラー番組を持つ。特に毎年2月には阪神及び北海道日本ハムファイターズが沖縄県内で実施する一軍の春季、金プを1ヶ月にわたって密着取材。その期間中には原則として滞在先からレギュラー番組へ出演している。亀山つの亀ともスポーツマンデー。 MBS ラジオでは森島博明、セレッソ大阪アンバサダー、元、サッカー、日本代表を亀友、カメスポーツ関係者によるレギュラーゲストに迎えことを機に、FM 長い、長いスタジアムで、セレッソ大阪が公式戦を実施する場合に放送する、場内 FM の番組にもたびたび登場。サッカー以外にも、森島以外の亀友、カメ大畑大輔や竹下吉枝を通じて、 関心の幅をスポーツ全般にまで広げつつある。以下はいずれも MBS ラジオの番組、以下はいずれも MBS ラジオで放送された番組、亀新フィーバーと称された1992年に亀山への複数の出演依頼を阪神球団は受けるも新庄強へのものとともに野球への洗練を理由に辞退する民間企業からの依頼は辞退するも、新庄は 館長の CM には出演。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。